おはようございます。今は所沢なんだけど、急遽ね、小平の方でちょっとお仕事があるので来てほしいとのことです。まあ、僕はね、急に言われても OK なんで、まあ困った時はね、本当にお互い様なんでね。もともと僕今日休みだったんですけど、休みだからといってね、いや休みだから今日はちょっと無理ですなんてことは僕は言いません。それに昨日はね、いい楽しみ方をできたので、快適ですね。ここ長いんだよな、この踏切。赤津の踏切になっちゃうことあるもんね、この所沢の。ああ、これできれば一番先頭で引っかかりたかったな。これは何だろう、西武新宿線になるのかな、西武池袋線なんだろう。普通地元じゃなかったらね、地元なんだからさ、地元から近い場所だから知ってなきゃおかしな話なんだけど、ほら俺電車乗らないしさ、詳しくねえから電車は分かんないんだよね。所沢のね、もう本当駅の近くだよこれ。あれでもなんか同じ方向に今電車が2回続けていったな。一つの何これ、あれで何、新宿線西武線って、あ違う違う、新宿線池袋線って分かれてんのかこれ。よく分かんねえや。昔はね、定期現場でこの辺もあったんだよね俺。長いよね。そう、右手にもう所沢の駅。まもなく左方向です。懐かしいな、でもこの辺もな、この辺は本当に俺近くに住んでたからね。所沢のね、上安松っていう住所なんだけど、そう、そこに住んでました。ドンキも近かったんで、めちゃくちゃ便利だったよ。ああ、多分携帯が熱いだろうな、これ。機内モードにしてないから、おそらく切れちゃうかな、途中で。渡りますよーってね、ちっちゃい子供が手挙げて、この辺は今工事中が多いね、やっぱね、建設中の建物とか。続いて600メートル先、所沢ってさ、72方向です。基地がなければさ、もっと栄えてたんだろうなって思うよね。この先行くと東松山じゃな、東松山じゃなくて東村山、東京都東村山です。俺たまに間違えちゃうんだよね、東松山と東村山。東松山は埼玉だからそれってね。すぐ先 N システムです。風が強いのか今日は少し。300メートル先斜め右方向です。ちょっとね、初めて行く現場なんで、やっぱりナビ設定をしないと無駄な時間を生んでしまうんで、大体の方向だけで行っちゃうと。1キロメートル先、交差点取り締まりエリアです。いやー、渋滞
帯だな。まもなく斜め右方向です。高速道路大渋滞。しばらく道なりに進みます。下道だけどね、思いっきりちょっとグレーの曲を歌っちゃった。自慢のターボかなり不機嫌さっつってね合ってるかな。人生どけだかさよ、時を経てもなおさら。やべえ、忘れちゃったよ忘れちゃいけないよね、グレーファンなんだからね。歌詞を忘れちゃったよ。カラオケ行くと歌うんだけど、やっぱね、あの都市の歌声のあれは難しいわ、すごい。左方向 500m 先交差点、取締エリア。あれはやっぱね、都市にしか歌えない曲だと思うよ。だから他の歌手が歌っちゃうと、なんかピンとこないんだよ。取締エリアです。正直ね、言っちゃ悪いけど、やっぱ都市じゃなきゃダメだよ、X は。つかその都市の声でやっぱ。聞いて育ってきてるっていうのもあるんだろうけど、やばいもんね、カラオケで本当に都市みたいに歌おうと思ったらなかなか歌えるものじゃない、声が続かない。まずすごいよね、もう持って生まれた天性だね、あれは。もう本当都市は、くれないに染まったこの俺を慰めるやつはもういない、もう二度と届かないこの想い、閉ざされた愛に向かい叫び続けた。左方向 300m 先交差点取締エリアです。俺が初めて買った CD はね、生まれて初めて買った CD だよ。本当にあの生まれて初めて買った CD が、あのシングル CD って言ってすごいちっちゃい版のやつ。そう、それの X の紅っていう曲をね、買ったんだよね、初めて。音楽ってもともと俺そんな興味なかったのよ。小学校6年生ぐらいだったのかな、もう。そう、ある日たまたまお店行った時にさ、紅が流れてたのよ。え、何これ、なんかすごいかっこいいと思って、でまずそれが歌ってるのが X っていうのも知らなくて、で調べたところ、まあうちの兄貴がいて、兄貴に聞いたら、あ、それあれだよ、 X だよって言われて、え、 X っていうんだ、やべえ、グループ名もかっこいいと思って、あ、絶対これ買うと思って、お母さんからお金もらって、まあ小学生なんでね、お金ないんで、そう、そのお金を握りしめ買いに行きましたよ。で帰って速攻聞いて、うわーやばい、何これ、うわーすごいなと思ってね、もう興奮したよね、とにかく。はい、まあそんな感じで渋滞っすね。しかし、まあ今度ね、その X の曲だとかグレイの曲だとか、またカラオケ行ってね、ぜひ皆さんに僕の歌声をヒーローしたいと思うんで、ヒーローじゃなくてヒーローだね。まあ僕もともと何でしょう、今はもうタバコとかやっぱ吸っててね、声が伸びなくなっちゃったりして、声がもうやっぱ割れたりするんすよ。でももともと僕は
まあ本当ね、チンケな、全く知らない人だと仲良くなっちゃって、それで僕あのボーカルを務めた方があるんですよ。左方向500m先、その時はタバコなんてもちろん吸ってなかったし、速度違反取締エリアです。そうだ、声は伸びるし、そうだから、え、なんだろう。